ホラポス、関西百名山。ワウワウ。ケ。おはようございます。何やケって。神の大使ケですね。時刻は6時31分ですね。はい、今日ここじゃん。近鉄は神の大使駅にやってまいりました。はい、ダイソーの花粉メガネです。ちょっともうだいぶ目来てますね。杉花粉。そして今日は。どうしたいやこの傷ヒリヒリと傷口に染みて眠れなかったよ、酔っ払って電信棒に激突してこのような傷になっております。どこの電信棒か記憶がないそうですね。コース紹介お願いしますね。はい、ヒリヒリお願いします。ダイヤモンドトレイルに行きます。はい、大トレ、はい。二条山から葛城、金剛ぐらいまでかな。二条山から葛城、カッコ金剛、カッコ金剛。で、まあ、トレイルを走った後に、はい、ちょっと長めのロードを走るという練習を今日はしたいと思います。はい、トレイルの後の。なぜかというと、来月ですね、第3回厚見半島ウルトラネイチャーラン100キロにエントリーしたんですけども、ちょっと私ねそんな山走って砂浜走ってみたいなコースやと思わんかったんですよ。ロードばっかりだったみたいな。これ限りなくねちょっとまあ言いたくはないけどんーっていう感じで厳しいんちゃうかみたいなこう予想があって、もうあかんかったらあかんかったで、まあ、また来年ねトライすればええかと、うん、なんで今できることを1ヶ月間ちょっとしておきたいなという所存であります。はい、そのためのあれですね、今日は布石ですね。はい、それでは今日も元気に行ってみよう。あ、サップ寒いね。寒い。こっち渡んないで。はい。そっちちゃうで。こっちやで。こっちらしいっす。こっちや。こっちらしいっす。ちょっと難しいね。6時55分、駅から 2.3 キロ、はい、はい、ここですね、ダイヤモンドトレイズ入り口にやってまいりました。はい、ここからいよいよトレイズです。はい、行ってみよう。大トレはやはり大トレ。
今金剛行った日にやって感じ。すごいですねこの大トレの階段。あの日常生活ではなかなか出会えない丸太階段です ね。今日の目標は獲得標高2000からのマジですか、ロード10キロが目標です、はい、無理はしないでいきましょう、はい、途中でやめるかもしれません、はいはい、第一の鉄塔に来ました、時刻はペロン7時21分距離は 3.4 キロ、はい、あいい天気やね今日は。あっつ二条山が近づいてきました。はい、あれやな、あれ帰ってきました、はい、あまりにも暑いんで着替えました、はい、まあ、想定済みですよ、お色直し、はい、今日の試練花粉との戦い。もうね、同じスギアレルギーを持ってるんでね、同じタイミングで鼻水ダラダラ出てくるんですよね。なんかやっぱあるんでしょうね、スギ花粉がこう。あいつやね、だもんな。はい、緑の鉄塔に来ました、はい、時刻は7時40分、はい、駅から 4.3 キロです、はい、ちょっと霜が降りてますね、まあ、さっきまで行けつく寒さだったんでね、うん、PL の塔です、55分です、はい、距離はジャスト5キロ、はいはい、山頂へは行きません、はいはい、このまま竹の内峠の方へ、はい、ロードで降ります、はい、ありがとうございます。渡ります、はい、渡ります。ちょっとここがね、長いこと歩かなあかんけど、あ、そうなんですね、長いっていうかちょっとやな、すごい急な下り坂でした今の、はい、あそこやからね、山、おえー、8時10分です、はい、距離は 6.4 キロです、はい、竹の内街道をちょっとだけ通りました、はい、たまに違う道通るといいね、なんかうわぁ、杉花粉がYes. Yes, I do.竹の内山、402m、 そんなんあんねや、竹の内峠と竹の内、8時27分 7.5 キロ竹の内山、はい、山らしいっすわ、あれやお前ボーボー、頑張れおにぎり、おお頑張ってる、マイペースでしか行けません。ダメんだよ。わあ、いい天気やから綺麗ね、うん、今日は。本当。
1時45分、はい、距離は 8.7 キロ、はい、いらっしゃい、峠です。はい、峠です。19番、はい、19番、はい、ここ登ります。はい、登ります。そこに勝田さん何キロって書いてあるぜ。なんかちょっと覚えてるぞ、男の子がなんか。そうそうそう、これは 6.8 キロって宇宙まで行くぞみたこの先やったような気がする。わーやろ。ごっつい丸太階段です。先が見えんでいい。しかしね、大統領やっぱりクロードが多いですよ。後ろから足音がしたと思ったらビューッと、ね。おー、せやな。置いてけぼりやな。あ、ほんまに。よー。お前や。は9時19分、はい、距離は 10.2 キロ、はい、いやー遠かったな。岩橋山です。岩橋山、はあ、びっくりするわほんま、スタートから2時間48分、まあ、ほぼ3時間ですね。はい、はい、イエイ、イエイ、休憩します。23番、はい、はい、岩橋山から降りてきて、ここにトイレがあったと思ったらここちゃうかったんやね。はい、9時27分、はい、10.5 キロ、ここで休憩入ります。はい、24番、はい、桂木山まで 5.1 キロです。すっごい急な階段やってて、これもエグかった。こんなんやったっけって感じで、これ登ってきた時に怒ったんやね。餅尾辻、うん、餅尾辻、はい、10時4分 12.4 キロ、餅尾辻です。はい、はい、桂木まで 3.5 キロ、はい、なかなか減りませんねこれ。宇宙まで行くぞって感じ。そうやな、えらい遠いとこやったな。ようやくトイレがありました。10時12分、はい、距離は 13.1 キロ、はい、お手洗いです。トイレ行きます。めっちゃ白なってきたやん。うん、いいね。うん。なんかこうじゃないとね。ああ、気持ちいい。まさかやね。ああ。日当たるとキラキラするわ。どうした？
ますわ。なかなかやな。時刻は11時ジャストですね、はい、15.8キロ、はい、白樺食堂、空いてる風情ですねこれ、はい、やりました。それ11時に開くんかな。あ、ジャストやん、ジャスティスバッチリやな。鴨堂になって、行ってみよう、はい、鴨うどん1000円と、おにぎりセット500円、はい、で、きつねですね。早速いただいてみたいと思います、はい、いただきます。幸せやまでこういうの食べれるの幸せよね、うん。11時20分です、はい、一時はご飯食べてもう下山して帰ろうって言ってたんですけど、米とねうどんで超元気出たねいやなんかヘトヘトになったところにああいうの食べるとなんか染み渡ってね、あ、やっぱ登山ってええなって思わされるよねなんかもし今後まで行こうかって気になりましたなんと単純なちゃんと食べさせとけっちゅうことや、うん、パンとコーヒーではこうはいかんなどう言ったら一番靴の被害が少ないか問題やなどうしても無理やねですね、どうしても無理ですよね。もう大丈夫うわ、これはやばいな。はい、あ、ニューシューズが、ニューシューズがドロドロになりました、はい、時刻は11時27分、はい、16キロジャストですね、はい、カツラギ。いやー、いいね、こんないい山やったかな、カツラギ。なんかむちゃむちゃ大変な思いをして登ってからすごい有意義な登山だった感じするわ。山頂は今後はね、ここの方が広々としていいやかな。そうだね、なんせうどんが染みたわ美味しかった、うどん。とりあえず食わしとったらいいってことやな。はい、目の前が金剛山やで。あれ、うん、でかいね、金剛山。でかい、でかいそら、なんかこんなにいい山やったかな、桂木さんってなんか通過地点にしか思ってなかったから、いい山だね。もう、ツツジも見に来とるよね。いや、でもなんかの通過地点っていう感じ。降りていく、はい、12時16分、はい、18.6キロ下山しました。よっしゃい、花粉の世界にいらっしゃいそうですね
段差がね、ここはやっぱりね、登る時も下る時もめっちゃ大きいんで、私一度ちょっと滑って焦げで、多分太もも青たんになってますけど、こんな感じですね。こんな感じですね。はい、気をつけてください。はい。これで。あ、これか。ほんまや。もうボートしとったら置いてもらうな。おいら飛ぶ気満々、バーイ杉花粉。ひと風吹けば、ぶわー飛ぶで。ね。4.5 キロ。こちらギザ。おお。おいえ。おお。はい。今も体飲めるんですかね、これね。飲めるのはコップ置いてあるから。はい。12時41分。なんとも 20.2 キロですよ、あなた、兄さん。ちょっと組み出していきましょうかね、これね。はい、どうぞ。はい、はい、時刻は12時46分、距離は 20.5 キロ、はい、さっきアイゼン外してる方がいらっしゃったんで、まあそういうことかなって思いますけど、はい、ね、3キロです。ちょっと行ってみましょう、はいはい、アイゼンは一応持ってきてます、じゃん。僕の金剛さん、ちょっとカツラギとはやっぱちゃうね。ほんまやな。カチンカチンや。カチンカチン。ああ、よう踏まれてるからよ、ね。真っ白。何がしんどいって、花粉がしんどい。そうやな、鼻水が絶え間なく出てくる。こんだけ見上げてごらん、そこは杉王国。そうそう、なあ、カツラギ、ようあんなとこから来たでな。なあ、これはやっぱすごいよね。うん、その向こうの二条山から来ましたねって感じ。13時42分、23.22 キロ、結構着きましたね。着きましたね。はい、いや、一時時は諦めようかと思いましたけど、無事到着しました。どうしましょう。大統領の方行こう。はい、行きましょう。金剛山頂へは寄らずに、ダイヤモンドトレイルをそのまま進みます。ガクッとなりましたけど大丈夫でしょうか。はい。金剛山で、獲得標高2400を達成しました。はい。ここでもう下山したいと思います。はい。はい。すごい。はい、はい、今日の美味しいバナナスクエアケーキ、これね、トースターの皿でこう焼けてこう切ったやつなんですよ、トースターのやつでね。レシピはバター 25g に砂糖 30g を白っぽくなるまですり混ぜて、そこに卵1個を入れます。でそこに、潰したバナナ 1.5 本分をごちゃごちゃっとして、で小麦粉を、入れて混ぜて、でこう平らにして、でバナナを埋め込んで10分少々焼きますっていうレシピです。はい、美味しいです。美味しいです。はい、はい、
伏見峠です。はい、距離は 24.9 キロ、時刻は14時8分です、はい、これをねパーッと走ってると下山しちゃうんですよね、大トレ行きたい方ここ左なんですよ、はい、もう下山って書いてますからねこれ行っちゃうともう登って登り返す元気はないってやつですよ、はい、まあ、よう見るとそこに大トレって書いてるんですよね。我々は下山します。下山します、はい、岩脇とか行ってられへんある意味見物やな日陰やからもうないでそこないから持つとこセーフガードないですこれこっち行った方がいいですセーフガードない怖っ本当にやめてほしいよね14時31分、はい、26.9 キロ、伏見林道入口、細く出ました、はい、すっごいアイスバーンやったね、やばかった、リュウちゃん、メガネ吹っ飛んでました、メガネ飛んでました、はい、メガネ、メガネ、ね。